どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、ウクレレでブルースを弾いてみましょう。はい、なかなかウクレレでブルースってこう、似つかないとこあると思うんですけども、しっかりとウクレレでもブルースという音楽が弾けるんですね。さあ、今回はですね、無料楽譜付きとなっておりますので、どなたでもぜひチャレンジしてみてください。ただですね、ちょっと今回アレンジが難しくなっておりますので、初心者の方にはだいぶ弾き応えのあるアレンジになってるんじゃないかなと思います。でもですね、このブルース弾けるとめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひぜひトライしてみてください。それでは、ウクレレでブルースのレッスンです。どうぞ。さあ、それでは見ていきましょう。まずですね、そもそもブルースっていうのはどういう音楽なのかっていうのを説明したいと思います。ブルースはですね、基本的には3コードで構成されている音楽なんですね。コードが3つしか出てこないんです。そして面白いのが、この3つのコードすべてがセブンスという形になっています。さあ、今回はキーが C なんですが、出てくるコード、楽譜をざっと目を通してみると、C7 と F7、そして G7 の3つですね。やっぱりこの3つすべてセブンスになっています。はい、そういうちょっと面白い音楽なんですね。そして、小節もですね、12小節という決まりがありまして、12小節で構成されています。大体普通の音楽っていうのは、8小節一つのまとまりになってるんで、8小節とか16小節、24小節みたいな感じで進んでいくことが多いんですが、このブルースに関しては12小節なんですね。そして、すべてブルースというのは羽のリズムで弾いていきましょう。さあ、そんな音楽が今から弾いていくブルースです。では、まず最初のイントロ見ていきたいんですが、このイントロ、こんなリフです。はい、こんなフレーズを弾いてみましょう。さあ、まずどうやって弾いていくのかというと、中指が3弦の7フレット、そして薬指を1弦の7フレットに置いていきます。こんな感じですね。さあ、薬指、中指置いていきました。置いていったんですが、今人差し指余ってますよね。この人差し指を1弦か4弦かけてふわっと置いていきましょう。さあ、ここで大切なのはふわっとですね、上にちょっと乗せるぐらいにしておくことです。ギュッと押さえるのではなく、ふわっと置いていってください。さあ、そしてですね、この3本の指で弦を押さえたら、そのままダウンストロークをしていきます。この時、皆さんどんな音が鳴っていますか？今僕が弾いたような、こういう音が鳴っていれば OK なんですが、いかがでしょう？ここではですね、大事なのはこの、今言った人差し指なんですね。この人差し指の役目が何かというとですね、この今1弦と3弦を77押さえています。で、楽譜を見ると2弦と4弦は鳴らさないでくださいっていう風に書いてますよね。その鳴らさない役割をこの人差し指がやってるんですね。この人差し指を1弦から4弦にふわっと置いておくことによってミュートの役割になりまして、4弦が鳴らない、3弦は鳴る、2弦は鳴らない、そして1弦が鳴る。こんな風にですね、皆さん音できていますか？4弦と2弦は人差し指ミュート、そして3弦は中指、1弦は薬指で鳴る。はい、こんな風にですね、押さえていってほしいんです。で、これができたら、あとはそれを半音ずつ下げる、77、次は半音下げて66、そのまま55に下げていきます。はい、これでですね、この1弦と3弦だけをストロークで鳴らすっていうことができるんですね。さあ、そこまでいけました。いったらですね、その後この人差し指ありますね、ふわっと置いてた人差し指を3フレットのところで制覇していきます。で、制覇したらその後どうするのかというと、そのまま2弦を親指で弾きます。さあ、弾きました。2弦を弾く、弾いたらですね、そのまま薬指でハンマリングをして2弦の5フレットを鳴らしていくんですね。さあ、ハンマリング、これはですね、楽譜にも書いてますが H っていう風な記号がありますね。これがハンマリングを示しているんですが、これは3フレット弾きます。弾いた後、右手は使わずに薬指を5フレットに押し当てるだけで鳴らす奏法のことを、このハンマリングと言っていきます。ハンマリングで3、5
鳴らす。さあ5が鳴ったらそこですぐに薬指を離して中指を3弦の4フレットにつけます。そうすると3343の C7 押さえれてますね。で最後にダウン、ダウンストロークを入れていく。さあどうでしょう、いけますでしょうか。これをつなげるとこんな感じ。 C4 1 2 C4。 さあ難しいですね。何が難しいかっていうと7766555を弾いた後にすぐにこの3フレットを制覇してハンマリングをしていく。そして C7 のダウンストローク、この動きがですね地味に難しい。はい、なかなかこれがねスッと入れない方多いんじゃないかなと思います。ぜひねゆっくりでいいんで何回も練習をしてみてください。じゃあちょっと一度カウントしていきますのでゆっくり一緒に合わせていきましょう。いきますね。1 2 3 4 1 2 3 4。はい、という感じになっていきます。さあそこまで行っていったらですねこの3343弾いた線がタイでつながってですね次の小節の1拍目まで伸びていきます。弾いたら1拍伸ばす、伸ばした後はブラッシング。さあ入っていきましょう。ここちょっとブラッシングやり方がわからないっていう方いらっしゃいましたら、僕が過去に動画でブラッシングをレッスンをしております。そちら概要欄に貼っておきますのでぜひ見てください。でそこでブラッシングを入れました。入れたらそのままアップストローク。さあアップストロークしたらタイでつながるんでまたこのまま一回ダウンに空振りを入れていきます。さあタイで伸びてる分空振りしました。したらですね次は5343になっていくんですね。ここどうやって押さえたらいいのかというと薬指もしくは小指を1弦の5フレットにつけていきましょう。でつけたらそのままアップストローク、そうすると5343になってますね。でまたすぐにダウンストロークなんですがその時にまた薬指を外して3343に戻すというような流れになっていきます。さあここもねちょっとこうこの素早い薬指を置いて離すというですね一連の動きをスムーズにやっていかないといけないですね。さあこの2小節ちょっと続けていきますね。カウントします。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4。はい、という感じになっていくんですね。難しい、なかなか難しいと思います。でそんな感じでこの C7 を鳴らしていったらですね次は5フレットに制覇をズズズと滑らしていきます。さあ5フレット制覇しました。制覇したら次は中指で1弦の6フレットにつけていく。中指を1弦の6フレットにつけると6555 F7 のコードになっていくんですね。でこんな風に F7 を押さえたらあとはダウン。さあダウンしました。ダウンした後この中指を上げて5555 5フレットの制覇だけにします。でまたダウンストローク、ダウンダウンと1回ずつ入れていきましょう。さあ入れたらですねまたそこへすぐに F7 に手のコードを変えていきます。3132という形ですね。こんな形になっていきます。さあここがですねなかなか手のコードややこしいです。小指が1弦の3、人差し指2弦の1、薬指3弦の3、そして中指がこの4弦の2に置いていきましょう。でこれで F7 押さえたらそのままもう一回ダウン。さあダウンを入れました。ダウンを入れたらすぐに手を離してそのまま4弦そして1弦を弾いていきます。6555中指外して5555 3132弾いたら4弦1弦弾いていくんですね。で4弦1弦弾いたらまたすぐに3343に戻してダウンストロークという感じになっていきます。さあここもスムーズに弾いていくことが大事ですね。ここもなかなか難しいんですが頑張って弾いていきましょう。で C7
に戻して鳴らしていきます。そしたらまた帯でつながって一拍分伸びる。で、一拍分伸ばしたらその後単音フレーズが入っていきます。こんなフレーズです。はい、こんな単音を弾いていくんですね。まず人差し指で1弦の6フレット、そして7フレット中指、薬指で8フレット、小指で9まで上がります。はい、1本ずつ指を使っていくんですね。ここで大事なのはしっかりと跳ねる、タッタッタッタ。そしてさらに小指を10に上げて、そして小指を外すと6に戻る。はい、ここで人差し指を離さずにいっておくと、またですね、10までいった後すぐに人差し指戻ってくることができるんですね。なので人差し指は置きっぱなしで10までいってすぐに離すだけで1弦の6に戻りましょう。さあ戻っていったんですが、まだこの6使います。次の小節6、7となって小さく6が書いてありますね。これ何かというと装飾音符的な動き方になっていくんですが、6を弾いた瞬間にすぐにこの中指をハンマリングで7に当てていくんですね。こういう動きです。で、すぐにこの6から7にハンマリングで当たったら、この薬指で2弦の8を押さえる。押さえたら人差し指で1弦の5に降りて、また薬指で2弦の8。こういう動きですね。タラントタントン。という風にですね、しっかりとこの指の動き、動かしていきましょう。ここが結構難しいんですね。単音だけ言ってみるとこういうメロディーです。はい、どうでしょう。なんかここら辺のフレーズがすごくブルージーでかっこいいですよね。あとはこのフレーズをしっかりと綺麗に鳴らすことができるかっていうのが問題ですね。で、そこまで弾いたらそのまま5354というコードを押さえていきます。さあ、これは先ほどやった F7 がそのまま2フレット上にズズズと上がった形。こうやったら G7 になるんですけど、今回は経過音的な役割でこの G7 を使っていきます。なので、この5354押さえて、なしてダウン弾いたらすぐに3132 F7 に変えてアップにする。タッタン、タッタン。というふうにすぐにですね、ダウンアップと弾いていきましょう。さあ、ここですね、3小節目の F7 からつなげていきたいと思いますが、 F7 からつなげるとこうなります。 1, 2, 3, 4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 
はい、難しいですね。なかなかこのフレーズ、やっぱりまずコードが難しいのと、そして一個一個のブルースのフレーズも難しいと思います。さあ、ここで一旦4小節1つのワンブロックを見たことになるんですが、一緒にゆっくりとつなげて弾いてみましょうか。練習なので超スローでいってみたいと思います。ではいきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、お、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 ワン、ツー、スリー、フォー。難しいですね。ちょっと今はですね、だいぶゆっくりにしたんで、少し逆にリズムがつかみにくいっていう方もいらっしゃったかもしれません。もう少しだけ早くしてみましょう。いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。お、ワン、ツー、スリー、フォー。お、ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、はぁ、疲れますね。はい、なかなかですね、ここら辺は難しいと思います。まず焦らず、ゆっくりゆっくりと一つ一つクリアをしていきましょう。
もう今回ね結構中級レベルなぐらい難しいと思いますんで、初心者の方とか弾けなくてもショックを受ける必要は全くございません。難しいです。はい。なのでね、もしちょっとまだ早いかなと思われた方はですね、保存しといてもいいですし、この後ねまだあと少しだけレッスンがついていきますので、ぜひねちょっと頑張れそうな方はトライしてみてください。さあ、ではそのまま3段目6小節目を見ていきましょう。今 F7 に降りていきました。降りていったらそのままタイでつながって1拍分伸ばして、またブラッシングアップ、空振りアップダウンというフレーズをやっていきます。ダウンアップ伸ばして、ブラッシングアップ空振りアップダウン。はい、ここはまあ手の振り間違えないように弾いていきましょう。そしてそこまで弾くことができたら5フレットを制覇、そして中指で1弦の6フレットに置いて、またダウンストローク1回。さあ、ダウン1回入れました。入れたらですね、この2本の指をそのまま滑らしてごそっと動かして5444に変えていきます。さあ、変えたらそのままダウン。さあ、ダウンしたらまたすぐに1フレットごそっと上に上げてですね、6555に変えていくんですね。タンパタでタイでつながって、またアップでブラッシング、はい、という感じになっていきます。タンパタウッタ。さあ、こんな感じでですね、ブラッシングをリズムも合わせて一緒に弾いていきましょう。そしてコードを鳴らしました。鳴らしたらですね、また77、そして人差し指で4本の弦を制覇っていう形に戻していきます。戻したらここで77また弾いていくんですが、ここでですねちょっとこう7の前にピョンとヒゲのようなものがついているのを気づきますか？これがグリッサンドって言うんですけども、これはですねどこからでもいいんで7にこう滑らして入っていくことを表現しています。これはねもうほんと6フレットからでもいいですし、5フレットからでも OK です。どこからでもいいんで、とにかく滑らせて77に入っていく。なのでここ弾くとタンパタウチャウというような具合でですね、77入れてみてください。ちなみにこの77はこのブラッシングの後アップで、アップストロークで77を弾いていきます。さあ、ここの6555の流れからもう一回行ってみますね。カウントします。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーを、はい、アップストロークで77に入っていきましょう。で77アップで入っていきました。入っていったらそのまま2拍目ダウンでまた77を弾いていく。ここもしっかりとミュートしてください。そして66に1フレットずらしてダウンを2回入れていきます。さあ、ここは四分音符ですね。662回ダウンをしていって、またそのまま55まで下ろしてダウンストローク入れていきましょう。で55でダウンストロークしたらですね、次そこから77に向かってスライドをするんですね。はい、これは弾いたらあとは弾かずにこの2本を弦につけたまま滑らせて77に移動する。はい。で、77に移動したらブラッシング。っていう感じですね。で、これで77に滑らせていって、ブラッシングをしたらまた C7 に手を戻す。3フレット制覇、中指を3弦の4フレットにつけてアップ。タイで繋がってるんで空振り。はい、となっていきます。いやー難しいですね。ここいきますね。77からいきます。まずはグリスタンでアップ、1拍分伸ばしてまた7666666で55に降りて弾いたらすぐにスライド、スライドしてブラッシングで3343に変えてアップ、かぶりアップダウンとなっていくんですね。さあ、いかがですか？弾けていますか？ここスムーズにいくとこんな感じです。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。さあ、なかなかくせものですね。一回この3段目をスムーズに弾いてみるとこんな感じです。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォー。
スイイフォ。はい、まあここがですね、スッとすぐに弾ける方はなかなか少ないんじゃないかなと思います。やっぱりですね、このブルースって音楽は全部セブンスなんですよっていうのは冒頭に言ったんですが、このセブンスっていうところがですね、なかなかウクレレで弾いていくには肝でございまして、難しいんですよね。特に F7 っていうコード難しかったりするんで、このコードチェンジにちょっともたついてると間に合わなかったり、あとは C7 なんかも制覇がずっと続いてくるんで、なかなか手の疲労が来ると思います。はい、なのでね、ちょっと手首痛くなってきたとかなってきたですね、怪我につながる恐れがあるんで、ぜひ休めながらゆっくりと弾いていってください。で、その3段目 C7 弾いたら次は G7 出てきます。これはさっきも押さえたんですが、この F7 が上にズズズと上がっていって5354押さえていくだけなんで、1弦の5フレット小指、人差し指が2弦の3フレット、薬指が3弦の5フレット、最後は中指が4弦の4フレットに置いていきます。さあ、これで G7 押さえました。で、そこでダウンストローク G7 押さえたらそのまま1フレットをヘッド側にずらして4243っていうコードを押さえます。で、もう一回ダウンストローク。で、またすぐに5354に戻す。で、また戻したら4243に戻していく。この G7 を行き来していくような形ですね。さあ、このコード。しっかりとこのコードのフォームを保ちながら5354、4243往復できますでしょうか。で、2回ずつ往復していったらそのまま F7 まで下げていく。さあ、 F7 まで下げました。3132弾いていきます。弾いたらあとは単音、小指で1弦の6。さあ、6を弾いたらですね、1拍分伸ばします。1拍分伸ばして2拍目の裏で薬指で1弦の5。さあ、5を弾いたら次は人差し指でこの1、2弦の3フレットを押さえていきましょう。1、2弦の3フレットピタッと小さく正波のような形で押さえていきます。で、1弦の3、2弦の3、そして薬指で2弦の5で1弦の3、また戻って弾いていくというメロディーですね。うったあたたとたった。はい、弾けますか。で、そこを弾いていったタイでつながって次の半拍まで伸びていきます。半拍まで伸びたらまたそのまま1弦を弾く。弾きました。弾いたらその人差し指を滑らせて1フレットにして2回弾く。手を離して00、小指もしくは薬指で2弦の4フレット2回、そして次の2弦の3フレット、ここも薬指で2弦の3を弾いて手を離して0、人差し指で2弦の1フレット、その人差し指を置きっぱなしで手を G7 に変えます。薬指を1弦の2フレット、中指を3弦の2フレットにつけて G7。 これは押さえやすい基本的な G7 ですね。で、そのままアップ空振り、アップダウン、アップ空振り、アップダウンとストロークをして、最後3343にしてダウンストローク。はい、という風になっていきます。さあ、ここの単音も含めちょっともう一回見ていきたいんですが、まず5354の G7 ダウンストロークいきますね。滑らしてまた535で424に変えて F7 にしていく。したらすぐに小指で1弦の6、1拍分伸ばして薬指、人差し指1弦の3、2弦の3、薬指2弦の5、また1弦の3に4拍目の裏で入る。タイでつながって1拍目の頭まで伸びたら、もう1回3を引いて1フレット、手を離す。で、小指か薬指で4で、また3に薬指、手を離して2弦の0、人差し指1、 G7 にしてアップ、カーブイアップダウン C7 という風になっていくんですね。はー、頭がこんがらがりそうですよね。はい、なかなか難しいと思います。ゆっくりカウントで一緒に合わせてみましょう。いきますね。ワン、ツー、スリー、フォー、
を1 2 3 4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 を、はい、という感じになっていきます。いやー、なかなか難しいこのブルースウクレレ、非常に練習が必要だと思うんですけれども、ぜひゆっくりと弾いてですね、弾けるようになってみてください。一度ゆっくりバージョンの模範演奏として弾いてみたいと思います。もしできる方は一緒に合わせてみましょう。さあ、ではカウントしていきます。ワンツースリーフォー、お、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 ワンツースリーフォー、はい、ということで見ていただきました、ブルースウクレレレッスンでした。いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ難しかったですよね。またぜひですね、ゆっくりゆっくりと練習をしてみてください。私、鈴木智樹は Twitter や Facebook、Instagram などもやっておりますので、ぜひぜひフォローしていってください。またこの動画を楽しんでくださった方は、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録などもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でした。バイバイ。